イトルホルダー、自走はオールカマー。デアリングタクトは静養中。に対するみんなの反応。今年の天皇賞で無念の競争中止となったタイトルホルダー。自走は、オールカマーでの復帰に向けて調整されている。10日、共同馬主の岡田牧義がセレクトセール会場で明らかにした。タイトルホルダーは乗り込みをしています。年内はオールカマーから始動して、国内で2、3走を予定しています。プラメンテの後継にしたいという気持ちも強いですからと岡田氏。今後は福島のノルマンディファームを野町を経由して、レースの1ヶ月前くらいに三浦トレセンに戻る予定だ。また、ノルマンディオーナーズクラブが所有するデアリングタクトは、まだ乗り運動をしていません。足元の経過を見ながらですねと話した。タイトルホルダー、復活したわ。俺たちの逮捕がついに帰ってきた。逮捕公式の続報がなくて、心配してたけど、無事自走が決まって安心した。逮捕君は大目標あります？年下の天才たちに好き勝手させてないで忘れ物取りに帰ろうぜ。良くも悪くも中山から指導か。無理だけは絶対にしないで、無事に走ってください。タイトルホルダーの自走はオールカマーですか？無事に完走できますように。今年いっぱいはやってくれそうでよかった。タイトルホルダーみたいなトップホースが G2 出てくれるの本当に嬉しい。タイトルホルダーくん、オールカマーの後は JC、またはアキテンかな？ JC でイクイノックスとの対決も見たいし、アキテンでパンサラッサとの逃げ対決も見たいな。オールカマージャパンカップ有馬記念で決まりかな。できればもう一度天春見たいところだけど。デアリングタクト落とさたなかったから続報嬉しい。タイトルホルダーは中山縛りかな？デアリングタクトは本当に大丈夫か心配。タイトルホルダー君には有馬で復活ぶりを期待したいし、デアリングタクトさんは無理しないでほしいのが本音。デアリングはもう引退させてあげていいんじゃないか？三冠牝馬が7歳まで走っても。デアタクは早く引退させた方がいいと思う。良い余生を過ごさせるためにも。タイトルホルダーはともかく、未だに乗り運動すらできないレベルのデアリングタクトは本当に復帰できるのかね？もちろん復活してくれたら嬉しいけど、こんな状況で大怪我されたら怖すぎる。デアタクもう一度重賞レース勝ってくれ。デアリングタクトが引退レースとして JC 出て、名だたる名馬を差し切って勝つ夢を見た。泣いた。デアリングタクトはエリゾーラストランにしてほしい。もう十分頑張ったってみんな思ってるだろうけどさ。それでも、コントレイルの JC みたいなドラマが見たいよ、俺は。タイトルホルダーはオールカマーから、すごく楽しみだけど、とにかく無事に守護馬入りだね。けどあの強いタイトルホルダーをまた見せてくれ、デアリングタクトも。頑張れー。タイトルホルダーもドウデュースも無事に復帰できそうでよかったし、スルーセブンシーズは本当に凱旋門賞へ行くことになりそうかな。タイトルホルダー、俺たちの気持ちも一緒に背負って走ってくれ。タイトルホルダー頼む、最後にアッテンだけ出てください。そんで、イクイノックス持ってパンサラッサ持って、最強決めよう。負けてもいい、それならそれでいい。タイトルホルダー、デアリングタクトどっちも大好きだから無理せずに疾走ならもちろん全力で応援させてもらいます。状態は詳しくわからんけど、年内いっぱいなんかな。二頭とも余裕馬だけに復帰戦は無事を祈る。どっちも無事にラストランまで、それだけで十分。二頭とも無理せずに、大事に大事に。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。